混乱してきたか。歴史の授業はここまでにして、今後の話をするか。すでに分かっているのは、ガルビンランがダリアを青山カラングへ連れて行こうとしているらしいということ。そこは昔、守護者たちが集会を開いていた場所であった。これは良い知らせだな。少なくともひとまずダリアの安否を心配する必要はない。奴の裏で手を引いている混沌の主には、おそらく何か別の考えがあるだろう。それまではダリアをどうこうするとは思えない。そこで手分けして行動しようではないか。我はガルビンランの真の目的を探る。そなたは村のエルフを助けなければならないのでは。こんなところで時間を無駄にするでない。このポータルがそなたを元いた場所に戻してくれるだろう。さあ行け。心配するでない。言いたいことなどない。ああ、忘れるところであった。年のせいか近頃物忘れが激しくての。すでに風と水の祝福を受けているのであれば、次はあの無口な老人に会う時だ。これも我がそなたのために用意した試練。反論は許さないぞ。この土を持っていけ。どうやってカバンに入れるのかって、それは自分で考えるのだ。アメシア島の北東に長らく忘れ去られていた土の採取場がある。大地の座であった。この土をそこの年寄りに返すがよい。あやつが夢見の村の問題に手を貸してくれるはず。これであやつへの借りも返せたというものよ。神と渡り合うのは本当に骨が折れる。さあ世界を救いに行くがよい、偉大なる英雄よ。海の民の英雄よ、まだ生きていたのか。きっと無事だと信じていたぞ。海の民の勇者よ、一体どこの神がお前を助けてくれたのだろうな。あの時
私とハイワもかろうじて逃げることができたのだ。もう少し早く守護者が手を差し伸べてくれていればよかったもの。ハイワは最後の最後で逃げ出せたのだが、カーンは。最も信頼する仲間を失い、ハイワは荒れ狂い、コントロールできなくなった。私と同じようにとても悲しいのだろう。その後衛兵隊がテルレノル遺跡に行ったが、カーンとサコミーの遺体はなかった。おそらく崖の下に落ち、痕跡を見つけることすら難しいだろう。あの妖怪ババアの魂はクラングレーで永遠に苦痛を味わうはずだ。海の民よ、私たちは多くを失った。お前の提案はとても大胆だな。しかし不安は拭いきれない。エルフは魔法の落とし子で、元素の力とは何の関わりも持っては来なかった。お前の言う土の古神は本当に私たちを救ってくれるのか、そのように計らってくれるのか。ベヘリット様、私の身の上話を覚えておいでですか。サンゴの玉座で私を救ってくれた方こそ、まさに水の古神です。その時、私の生来の依存症も治してくれました。その時から、元素と魔法には何か共通点があるのではないかと思い始めました。このことを話すとサコミーは、私たちが呪いを解く方法を探し当てるのではと不安になり、本性を現して私を捕らえました。サコミーは魔種を使い、私が心を失うよう画策したのですが、邪悪な秘術など私には無意味でした。苦痛が私の意志をより強固にしたのです。おそらくこれが元素の神の力なのでしょう。陰ながらサコミーに対抗する助けになっていたのかもしれません。ここまで来てしまったら他に選択肢もないな。海の民の勇者よ、どうか夢見の村の代表として祝福を賜り、イロカイナを救ってくれ。お前だけが頼みの綱だ。サコミーが負けた後、ますます人手が足りなくなってしまった。衛兵隊は混沌の前線に出払い、村に残っているのは年寄りや女子供ばかり。海の民よ、お前を手助けする人員も手配できぬ。しかし宝探し協会の友人は大地の座に行くのを助けてくれるのではないか。安心してくれ、
衛兵隊が今後お前たちの邪魔をすることはない。はっ。